陸上世界選手権第4日、2022年7月18日米オレゴン州ユージン。男子3000メートル障害決勝で思わぬアクシデントが発生した。レース序盤の1周目、コース上に他の競技の撮影をしていたと思われるカメラマンが乱入。幸い、各選手が避けて接触は避けられたため、レースに大きな影響はなかった。カメラマンはどういう認識してたんだ？さすがにトラックで競技が行われていることを知らなかったはずもない。選手が近づいてきていたことを知らなかった？まさか、選手が近づいてきていることを承知で、その中に入り込んでも問題ないと思っていたのか。何が真実であっても全く理解できないし許されるものではない。まさかのシーンは男子3000メートル障害決勝の1周目。向こう正面からスタートし、ホームストレッチに入った15人の選手たち。すると、選手たちが突然、左右に分かれ、隊列が崩れた。その先にいたのは、選手方向に背を向け、フィールド内にレンズを向けるテレビカメラマン。全員が気づき、とっさに避けたため、接触はなかったものの、一歩間違えば事故になりかねないシーンだった。フィールド内の様子を撮影していたものとみられるが、米放送局 NBC のネット配信サービスピーコックの中継でも実況席は驚きを隠せない。実況アナウンサーが、つい先ほど起きたことをお見せしましょう。これを見てください。だから選手たちが広がったんです、と VTR で紹介すると、解説者も、これはとても大きな失態です。これで体力を使ってしまいます。誰も接触せず、全員が回避できて幸運でした、と話した。実況アナウンサーは、すべてのカメラマンがいいショットを撮りたいものでしょうが、今まで見たことない気がします、とも語っていた。この珍事にネット上では、さすがにありえないしつきんレベルで怒られるのかな、カメラマン何してんねん、など、批判的な声が多数上がった。また、事故が避けられたこともあって、コース上にカメラマンという新種の障害が水濠、ハードルに続く新障害、カメラマンなど、思わず笑ってしまった視聴者も多かったようだ。ネット上では、次のような批判がたくさんあります。このような手柄目当てに無謀な選手無視の撮影をするカメラマンは後を絶たない。何も事故が起こらなかったから良いのではなく、そのようなカメラマンが出たらその時点でやり直し等の取り返しのつかない必ず、厳罰にされるようなシステムを作らなければならない、笑い話にならん。なんでトラックレーンに侵入してるの？そんな映像、選手の邪魔してまで撮影する価値がない。またこの手のトラブルか？前、5月にも 10000M で周回遅れの選手がいることを度忘れしたテレビクルー、カメラマンが上位になった選手を撮ろうとトラック上に侵入してカメラのコードが選手の首に引っかかり、窒息事故があったばかり。今回は別競技のカメラマンという形だけど、フィールド上はスケジュールの都合から、同時に別競技を行っていることが多い。競技が終わっても隣ではまだやっているのだから動線とかは普通把握すべきだろう。故に担当の競技だけ気にしていればいい問題でもな。選手に怪我がなくてよかった。何を考えて、いや、取るためだが、そこにいた？邪魔以外の何でもない。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。